やもう本当今日はありがとうございます本当に。いやいや本当にもう。はいはい。おお。何今エビさんとご飯食べてて。マリネ食事中ちょっと邪魔しちゃうんだけど、はいはい、例のものが入ったんだって。あれが。あれ入ったの？あれ入った。ストーブ行こう。行こう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 。すごいぞ来た。ついに来たあれがやつが。マジで。マジか。びっくりするぞお前。行くよ、ここの下にあるで。行くぞ。どうした？いいか？いいよ。せーの。でかっ！でかっ！でかっ！素晴らしい！すごいだろう。これ、俺の手がこんなもん。すごい、もうこれサムネイルいけちゃうもんな。 100% 押そう。 100%? これこんな大きくてもオスなの？オスらしいよ。すごっ。もうプロの目利きの人に選んでもらった、ね、頼んでも頼んでもらった。やば、ありがとうございます。しかもまだしっかり生きてるね。ほらちょっと見るか見方を。ちょっとやってみようか。やってみようか、うん、わー可愛い。ぽよぽよしてる。この指気をつけるよ。俺も歯がついてるね。そうだね、気をつけなかった。指出しクックになっちゃう。指出しクックはまずいね。こういう手ドラムだ。あー拾っ6.4。おお、すごい。でもこれ刺したな。神経もこれができないんすよね。この道はプロですか。プロですからね。入ってた。入ってた。これで神経を抜きます。よし。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それじゃあこちらを今から家帰ってさばいていきたいと思います。それじゃあ帰宅、バイバイ。ただいま。ということで本日の食材がこちら。よいしょ。巨大な天然のトラフグっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、巨大な天然トラフグっていうことでね、またもやとんでもないトラフグが入りました。以前めちゃくちゃでかいトラフグやったんですけど、それより若干小さいぐらいのサイズですね。でもこのトラフグすごいのがオスっていうところなんですよ。プロの魚屋さんに目利きしてもらったんで、ほぼ間違いなく白子が入ってると思います。でオスのトラフグっていうのはここまで大きくなる個体っていうのは本当に稀なんですよ。魚屋さんが言ってたのはね、天然のトラフグ自体水揚げがとっても少ないんですけども、その中でもさらに貴重、1000匹に1匹ぐらいの水揚げらしい。だから年間5匹とかしか上がらないらしいですよ。そんな貴重なねトラフグが入りましたんでね、今日の動画はおそらく捌くだけの動画になります。調理編は調理編でまた別で。ではトラフグ観察していきましょう。なんといってもトラフグといったらこの牙ですよね。この歯でいろんな貝とかね、小魚をバリ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 食べちゃうんですよ。でこの口バシもプルプルでね、鍋にした時美味しいんですよね。でこのヒレ、1枚2枚3枚4枚あります。これはカリカリに干して炙って熱燗に入れるとヒレ酒ができます。今日は締めてもらいましたので、ここに切れ込みが入ってます。トラフグ持つ時はここにエラがあるんで、こう入れてこうやると安全らしいです。もう死んでると思うんですけど、一応ね何かあった時怖いんで、歯には絶対に手は近づけないようにしましょう。すごくないですか？白子が入ってるらしい。これもし白子が入ってたら、白子だけで 1.5 キロから2キロぐらいあるって言ってました。今日はさすがに軍手を使います。皮ついたままお腹を切って白子出していきます。出ました。うわぁ。すごい。本当に白子だ。待って。ほら、え？白子これ。でかすぎないですか？これちょっと。これが、トラフグの白子。ここら辺ちょっとなんだろう、血が回っちゃってるのかな？
ほんとこれ片一歩だけで1キロはあるな。いや1キロ以上あるんじゃねえかこれ。さてそうしましたら白子は1回置いといて、そしたら残りの内臓を出しちゃいます。ちょっといつもと変わったさばき方なんですけど、こうした方がダイレクトに白子の大きさがわかるかなと思って今日はこういうさばき方をしてます。これがトラフグの肝臓、猛毒ですね。これは食べてはいけません。でこれが腸、なんかザラザラしたものが入ってますね。なんだこれ、ちょっと何食べてるか開けてみましょうか。うっ、くそ、なんだこれ、なんかわかんないけど丸いものが入ってますね。これなんか全然わかんないです。わからないですね。ザラザラしてるんで、カニとかエビとかあと貝とかですね。これは何なんだろう、何食べたんだろう、これ何なんだろうな。わらび餅みたいなの出てきた。はい、白子や内臓が抜けたフグがこちら。すごくスマートになりましたね。皮を剥いでおろしていきたいと思います。でトラフグはね、こう見てるだけだとツルツルそうに見えるんですけど、実は本当にトゲが鋭くて、もう待ち針みたいな針がババババババってあるんですよ。特にお腹が痛い、なので軍手はした方がいい。まずヒレを落とします。4方向全部落とします。いつもはこう大体横から入れていくんですけど、今日はお腹割っちゃったので背中からいきます。僕もこのぐらいの大きさのフグは 2,3 回しかさばいたことないんで、ちょっと本当緊張しますこれ。はい、背中に1本入りました。そしたら鼻の穴2つあります。これの若干下から包丁入れます。で周りの皮を切ります。おっと硬いな。でここに丸いぼっちがありますんで、これを避けてくちばしを落としていきます。鼻みたいな、な鼻みたいなぼっちがあるんですよ。硬いな。くちばしですね。でくちばしはこの歯の間に包丁を入れてポンとポンポンと開いて、くぞー硬すぎる。よし、はい、これがくちばし。お鍋に入れるとここが美味しいんですよ。でこの状態になりましたら包丁こういう風に入れてって、皮を徐々に徐々に剥いていきます。実は僕こっちのやり方の方が得意っていうか楽というか簡単にできるような気はします。まあ、結局トラフグっていうのは有毒部位がしっかりと除去できれば何も問題がないので、さばき方は自由です。試験でも特にさばき方の指定はなかったですね。で包丁をね、で刃を若干こう上に向ける、上に向けないと身も切っちゃうんでね。で皮は持ち上げながら、はい、このように皮がめくれました。そうしたら次はこちら身ですね。まず目玉を取ります。この大きさになると目玉もでかいですね。そしたらこの横に1本包丁を入れます。はい、入りました。そしたらこの大きい方の横にあるちっちゃい方の出っ張り、こっちも包丁を入れます。こういう状態にします。でこっち側も同じです。しっかり入りました。そしたら横の細長い方にも1本、これでここがパカパカ開くようになりました。で下顎を外していきます。でここに付け根がありますんで、ここの付け根を断ち切ります。で付け根の上にこういう風にエラがありますんで、それも意識してエラを外すようなイメージで外していきます。こんな感じですね。そしたらあとはここがつながっている状態なので、ここを切り落とします。で膜を切ります。で反対側も一緒、ここがくっついてますんで外します。で膜を切ります。
で、これを引っ張ります。いきます。上の頭と身だけになりました。そしたら身を外します。これがトラフグの身ですね。あとはこういうところについてる血、まあ、腎臓ですね。これをきれいに取り除いて、血もきれいに絞ったら身の有毒部位の除去は完了です。そしたらこの大きい頭、これはねちょっと大きすぎるんで割っちゃいます。で、割ったところにここに脳みそがあります。で、これは毒はないって言われてるんですけど、まあ、気持ち的に僕は取っちゃいます。で、こういうところにもね血がついてるんで綺麗に取り除きます。こういうエラのところとかね、ちょっとしたねこういうエラとかもついてますんで、しっかりと取ります。これしっかりと取らないと試験では失格です。僕の受けた試験はね、だいたいフグさばく時間が20分以内に1匹のフグをさばくっていう実技試験があったんですけど、だいたい僕10分ぐらいでさばき終わったんですよ。あとの10分はひたすらこういうとこをね取ってました。取ってましたっていうか、取ってるぞっていう意思を試験官にめちゃめちゃ伝えてました。そしたらこちらのカマ、まあ、カエルっていう部分、なんでカエルかというと、ほらこう見た時にカエルみたいじゃないですか。カエルの足、食用ガエルもむき身になると本当にこんな感じ、そっくりなんですよ。なんで僕はカエル、カエルって呼んでます。で、ここにエラがありますんで、これエラ外しちゃいます。エラですね、これも食べれません。で、このエラの後ろにこれありますね、これがトラフグの心臓ですね。あの大きさのトラフグに対して心臓はこの大きさ、意外にちっちゃいんですよね。でもこれもしっかりと取らないと試験では失格です。選別ポイントです。これは食べれません。で、こういうところにまだ腎臓とかついてますんで、これもきれいに取り除いていきます。そしたらカエルの有毒部位の除去は完成ですね。このようにさばき終わりました。まだねちょっと掃除が甘いんで、この後きれいに掃除はしますけども、一通りこれで完成です。紹介していくと、これが下顎、カマですね。で、これが頭、これも頭、このねほっぺたの肉があるんですけど、ここがうまいんすよ。で、これがくちばしで、これがヒレですね。ヒレはねぬめりをある程度取って、こういうところにペタッとくっつけるんですよね。そして乾かして軽かぶってヒレだけにするんです。で、これが身、僕の腕より太いですからね、てっさ何人分引けますかね。これでここにあるお尻みたいなところが、これウグイス骨って言います。ここも本当に美味しい、トロットロなんですよね。で、なんといってもこの白子、素晴らしい白子、これ楽しみだな、どうやって食べような。ということで、巨大なオスのトラフグ解体してみました。とっても貴重な映像になったと思います。次回このトラフグ料理して食べていきたいと思いますので、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひともこの機会にチャンネル登録してもらって、こちらの実食編見てもらえたらなと思います。いや楽しみだ。今日はなかなかとご視聴ありがとうございました。バイバイ。